火星は第二次世界大戦期に三菱重工業が開発、製造した航空機用空冷製型エンジンである。車内故障は A10、海軍略符号は MK4、陸軍派番号は派101及び派111、陸軍正式名称は百式1500馬力発動機、陸海軍統合名称は波32。 金星をベースに排気量を拡大したエンジンであり、誉れの登場まで日本では最大の馬力を発揮したことから自社のみならず他社の機体にも多く採用された。三菱が本来大型機用として開発した金星が出力不足で大型機には能力不足であるということが判明したため、金星をベースにしてさらに大排気量のエンジンを開発することとなり、 1938年2月に開発に着手した。このエンジンは海軍では13ミエ号と呼ばれ、1935年2月に開発に着手した同一気筒寸法である海軍向けの重視空冷800馬力発動機を直接の原型とする。気筒系、工程長は以前製作していたイスパの650馬力発動機と同じ150ミリメートル170ミリメートルとした。 カムの前方集中配置など、基本的な構造は金星を踏襲しているが、下級機は二足とし、高高度性能の向上を図っている。初号機は1938年9月に完成、各種試験を経て1940年に陸海軍に正式採用となった。一式陸上攻撃機に搭載された火星11型1940年に火星11型の量産が開始され、 すぐに出力軸の減速装置を変更した火星12型に移行する。ついで1941年には水メタノール噴射装置を採用し高回転化、高ブースト化した性能向上型が登場し、火星2型として採用されるようになる。この性能向上型に関しては陸軍ではハ111という名称が割り当てられたものの陸軍では火星の18気筒版とも言える。 派104を採用したため、派111を搭載した、陸軍機は生産されることはなかった。火星1型、派101の生産時期は、1938年から1944年、総生産機数は計 7, 機、計7332機火星2型、派111の生産時期は、1941年から1945年、 総生産機数は計8569機であった。一式陸上攻撃機に搭載された火星21型高高度性能を向上。21型を14四極地戦闘機改め向けに変更。23型の振動の原因であったプロペラとの共振を抑えるため減速比を変更。23型の機械式火球の直径を減少し、 増速比を上げプロペラ減速比を23項型の0.50.625に変更したモノプロペラ減速比を火星23項型と同一の0.5に戻したものであり一股で言われる三速下級ではない火星1型取扱説明書に12型は11型と減速装置をことにするのみにて他は全く同一なりとある松岡久光2017 P91 坂上茂樹2013 P425 堀越二郎奥宮正武、冷戦ありがとうございます